お付き合いをしております。で、今あの紹介いただいた周ドクターにおきましても、もう15年ぐらい長い付き合いです。ですから、リンドクターも周ドクターも台湾でどのような業務に取り組んでいるかということはよく分かっておりますし、それに伴って日本人として日本の医療、美容、健康、養生に関わる専門家の方と交流をして互いに発展するということを手掛けてきております。で、以前、大阪、奈良に、皆さん方台湾の方を12名ほどご招待をして大阪と奈良に、を訪問していたことがありました。その時はまさしく、免疫治療のグランソール奈良というクリニックのご案内をして、その実態を確かめていただいたことがございます。ちょうどその頃は皆さん方台湾の方々も国際医療、美容、健康養生、そしてツーリズムに関して大変に熱心に、政府も業務であり、皆さん方も非常に積極的に取り組んでいる時期でございました。それらいろんな交流をして、やってきております。今日お話を聞かさせていただきましたそれぞれの先生方の発表内容は大変に素晴らしいなと思います。まず一番最初にお話しいただいた劉先生におかれましては、いわゆる温熱療法による分野でまさしく日本の新潟大学の阿保先生の内容を題材にもされてご紹介をされておりましたけれども、これも大変に素晴らしい業務に取り組んでおられる専門家の方だなということで評価もさせていただきましたし、その後にご紹介された方々も大変に素晴らしい。今一つにはメンタルなクリニック、それと人間が本来持っている感覚、匂いとか光とか、食べ物とかいろんなことの機能を業務的に復活をさせて健康を回復させるということのための療法というものもあるわけで、それらのものも皆さん方大変に取り組んでおられるので大変素晴らしいと思いました。で、今日は、私どもの方では日本の方の健康養生に関わる専門家の方を2人ほどこの会場にお連れをしております。そのうちの1人が、そこにいる大橋茂でございます。大橋茂は、基本的に、健康養生の分野でも特に食生活の改善から健康管理をするための専門家でございます。もう一方、午後にこの会場に来る内藤という担当者は、皮膚科専門の診療に関わる専門家の方でございます。まあ、そういった方もお連れしておりますので、皆さん方と何かしらコラボレーションするのがいいなと思います。最後に一つだけ皆さん方にヒントとして大変素晴らしいことを申し上げます。2020年に東京で東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。それに伴って台湾からも海外からも日本にたくさんの方が観光やビジネスと来られます。その際に日本側では今何をしているかというと、一番重要なのは皆さん方が日本に来られた場合に、もし不慮の事故、怪我、病気にかかった時に日本で診療と治療をしなければならない。この時に皆さん方はわざわざ日本に来て診療するか、なかなかできません。ところが今日本政府では皆さん方台湾人の方、中国の方のお医者さんたちが日本で診療できるように、外国人医師のあるいは看護師の健康養生士の日本における診療ができる、そういうことを許可するということを今準備しています。これは皆さん方が日本で診療できるということが一つです。また二つ目には皆さん方が、のクリニックや業務が日本で事業展開できるということは、台湾の方、中国の方がもし東京の局によって日本に来られたときにその場で診療できるということにもなっているということです。これは非常に素晴らしい。まあ、そういうような取り組みは明日、詳しく紹介をするということにさせていただきますので、今後ともよろしくお願いいたします。日本語わかりましたでしょうか。ありがとうございました。我简略来解释一下，就是说，日本卓保常务会长，因为他在日本的商社，日本商社有将近有上千家的面板会员，他
他这里面有组员，基本上成员是产官学。然后我们因为多年哈，多年他到台湾来哈，跟着我们台湾对不对？很多的这个协会哈，办的很多的活动，包括我们的林雄博士哈，在林雄博士这边哈，也有曾经做过一些有关于生物人的发表。他也带着日本的很多朋友，很多的朋友对不对？到林雄的场合上对不对哈，做了一些探讨哈。然后卓宝长副会长对不对哈？这几年关注的一个叫做台日的医疗，台日观光医疗。那台日观光医疗是因为我在五年前哈，在行政院的指派之下，对不对哈？我到了美国、日本，还有到了北京哈，去做国际观光医疗，推动了五年了哈。那后来也在北京的人民大会堂哦，邀请了将近20个国家，对不对哈？那边做了一些发布，那也做两岸哈，两岸的观光医疗的一个法令的三读修正通过。好，所以三读修正通过之后，所有的东南亚的人员、世界各国，还包括大陆人士到台湾来，才能够选定36家医院做医美啊、健检，因为法令，台湾是个讲法的国家，法令解除了之后，法令的立法之后，对不对？很多的商业跟经济行为才可以做，所以我们多年来就是为了推动台湾的经济，推动台湾的两岸多国国家的合作，所以我必须在有些法言上哈，请我们日本卓宝常务的会长在日本东京支持我们台湾，我想是不是给他鼓掌一下哈？尤其有这样1-2000家的日本企业在支持我们台湾的经济，然后做经济的合作跟经济交流，其实是必须要的。好，那第二个，我今年也必须跟卓宝常务对不对哈，在我们浙江杭州这边哈，因为我上个礼拜上前一个月的时候是请了美国的证交所哈，美国证交所董事的旗下的基金其实是几千亿，我拿过去跟中国哈，跟中国的这个叫国家基金合作哈，所以换个角度，可能将来要在中国了哈，中国这个两岸很多地啊，要做养老基地，将近1000个养老基地啊，这养老基地是有美国证交所基金跟对岸的中国基金一块要来投入哈，所以大概我们在中国已经签署了一个草约了。我希望就是说，再来我们有卓宝常务会长一样在率领日本的这些面板继续来支持我们在台湾的经济的成长哈，跟经济的一些开发，我想。国际的友人是需要这样的力量的，那也感谢他哈，这多年来跟着我们协会这边哈，包括跟林雄生物人的协会哈，在台湾哈，一年都来了好几次哈，我们都一直在商讨怎么样的合作。我们再次感谢各位，谢谢，也谢谢我们的卓宝常务会长，感谢各位，谢谢。我再次感谢我们卓宝常务会周理事长跟两位 speaker 哈。